皆さんおしま、今回何に関して言及させていただきたいかというと、番組ご視聴いただいている方からね、複数の方々から質問いただきましたので、その質問に対してのご回答をさせていただきたいと思います。今回何に関してかというと、今まあこういう状況下でね、海外に行けない状況です。これに関して、自分はエミレス航空でね、本来であれば3月16日に予約してそのまま飛ぶ予定だった。これはまあ、この状況下なので延期したんです、4月ね。そしたら今の状況がこういう状況下。ということで、再度延期しようと思ったら、フライト自体はキャンセルされてしまったんで、今まあ旅行券としてね、旅行券として、今ね、発行してもらおうと思ってるところです。で、ただまだ届いてないけどね、そろそろ1週間ぐらい、1週間で送るとか言ってたんだけど、なかなか電話しないといけないのかなって、めんどくさいなと思いながらね、考えてるんだけど、その中で、自分以外の方々もね、やはりその旅行券という形で発行されている方が多いと思う、トラベルバウチャーということでね、そのトラベルバウチャーをどのようにね、いつじゃ予約したらいいのかという質問がよく飛んできているんです。いつの日にね、出発をね、日に設定すればいいかという話なんですね。で、この中で、今までまあ自分自身が述べさせていただいたね、今月がやっぱり山場だと思ってるんです。山場ピークって山場っていうのはまあこういうところです。だからまだ伸びていくと思うんですよ。今こう伸びてますじゃないですか。で、だからここのところ4月が本当最大の山場だと思ってるんですね。で、その中で5月ぐらい、4月の終わり5月ぐらいから徐々に下がってくるというふうに自分は見込んでるんですけど、その中で5、6、7というふうに8、9、10ってだんだん過ぎていくことになってくるんです。ただこれやっぱりね、油断してるとまたこういうふうになってくるんで、こういうふうになっていくために努力していかないといけないと思うんです。その中で、よくね、あるのが6月とか、5月とか6月、7月とかね、まあいう話を聞かれるんですね。で、例えばある航空会社によっては、90日間だけ、90日以内発行し、90日以内に発行しなければならないということで、いわゆる発行というのは、90日以内過ぎの、例えばフライトの予約をしないといけないということなんです。その中で考えるのはね、じゃあいつがいいのかっていう出発日ね、これははっきりと言えないんだけど、遅ければ、遅いほどいいと思うんです。この問題がね、はっきりと収束する日なんていうのはまだ決まってません。これは最低俺は半年はかかると思ってるんで、収束というかかなり下火になるのは半年ぐらいはかかると思うんですね。完璧になくなるのが本当に1年2年とか 何年かかかるというね、いうふうに言われてもいるんだけど、その中で、5月6月はやめた方がいいですね。わからないですからね。いや、多分7月ぐらいだったらなんとなく大丈夫じゃないのかなと 思ってはいるんだけど、明らかでありません。なので、今回こういう場合っていうのは、できるだけ後ろ、いつでもそのいいというのであれば、できるだけ後ろにね、出発日を持っていく、7月じゃなくて、例えば9月とかね、10月とか、そのくらいがいいんじゃないのかなって感じはします。ということで、まあ、今回ね、質問いただきました。90日以内発行だとね、ちょっと厳しいと思うんでね、90日以内にじゃあ出発日を決定しないといけないということで、そうすると、いつにしようかって悩まれると思うんだけど、遅ければ遅いほどいいということです。5、6じゃダメだね。7月でもちょっと厳しいんじゃないか。8月とか、でも9月、10月以降かな。できればその方がいいんじゃないかなって感じがします。ということで、今回ね、多くの方々の質問をいただきましたけど、回答させていただきました。